そして本日の正規の公開オーディションの強力な助っ人としてスペシャルゲストをお迎えしております。それでは拍手でお迎えくださいませ。おなじみのタレント矢野清美さんです。どうぞ。スペシャルでも何でもないんですよ。毎週この辺りうろ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 しておりますから陽気だが、家族もおるんでしょきっと、ね。今日はきっとサポさん、はい、本当に厳正な審査をするために私、はい、やってまいりまして、はい、私ねとにかく千姫に憧れとって、はい、実は私軽い劇場でございまして、そうですね、最近の劇場って歴史好きな人たちがね、はい、まあ流行りのようになっていますけど、私ね本当のこと言って松坂屋に入社しようかなと、デパートの人しか行かなかったでしょ昔は。そうですよ、みんなデパートの人しかですねダメで、はい、これでね、だから私の友達もそうだけどみんなでもなかなか難しいわね。それが昨年からですね一般の公募になりまして、はい、今年はだから30名ほどの、はい、はい、そうなんですよ、30名ほどの募集がございます、応募がございまして、はい、その中から厳正な書類審査の上今日は5名の皆さんに、これ松坂屋だもんですから相当ちゃんとした審査をしておりましてですね、はい、なかなか厳しいです。はい、で千姫ですから皆さんよくご存知だと思いますけど、若い人も大好きな最近のドラマで、ね、向井理さんがやっとる秀忠と、それから郷ですね、郷、はい、の私キオスの方も応援サポーターやってるのでよく詳しいんですけど、その娘ですから大変大和でですね本当に優しいお姫様だったんです。だからこれはね、はい、優しいだけじゃなくて強い人でもあったんで、本当に皆さんもだから審査員でしょ。そうです、はい、ちゃんとですね審査をしていただければと思っております、はい、じゃあ多分演劇行列の中では一番話題の姫じゃないかと思いますので、それを皆さんの、はい、皆さんの力で決めていただくという非常に嬉しいお話ですよね。頑張って審査させていただきましょう。じゃあ歴史の詳しい矢野さんの方からもですねいろいろとコメントをいただきながら、歴史少しね、いやいや、もう昨年の名古屋開府400年のサポーターも務めていただいたりとか、もうなんか矢野さんの顔見ない日がないぐらいご活躍なんですが、来週松坂屋でまた松坂屋でやります。はい、もう初夏陽気の賞が並びます。被災地の子供たちの賞も並びます、はい、今日はそっちよりも先に千姫行きたいと思います。行くよさん、はい、わかりましたさあそれではですね、はい、一般の皆様にも審査員としてご協力をいただきますが、その他公開の、審査員の皆さんもご紹介させていただきます。皆様より舞台に向かって左側から、お一人目の審査員は株式会社角川マガジンズ東海農家編集長の永瀬正明さんです。永瀬さん、お願いします。綺麗な東海オーカーさんですね、すぐスカウトしますからね。あ、そうですね、はい、はい、さあお二人目の審査員、中日新聞社事業局文化事業部長でいらっしゃいます西原健二さんです。もう歴史だけではなくですね、いろんなイベントやっておりますから、厳しい優しい顔しておりますが、はい、さあそして3番目は名古屋テレビ放送株式会社営業局の営業局局長代理板倉麻子さんです。板倉さん、おでんのような感じになってね、いい女でございます。板倉さんお願いします。はい、そして4番目審査員は審査委員長を務めていただきます松坂屋名古屋店店長の熊木俊さんです。本当しっかり行きましょうね。はい、厳しいですよ。そしてですね、特別審査員として矢野清美さんにもご参加いただきますので、よろしくお願いいたします。もしかして一番点数が厳しいかもしれませんが、もうしっかり聞きたいと思います、はいはい、モデルの先輩としていろいろと視点を変えて聞いていただきたいと思います。何十年も前のことなんで、やめて、松坂屋のモデルだったんですよ私ね、大学も務められたということでさあそれではですね、審査員の皆さんを代表いただきまして、審査委員長より一言ご挨拶をお願いいたします。小牧店長お願いいたします。大丈夫ですか。じゃあまずは素敵な笑顔で頑張っていただきたいと思います。ここで1分間の自己 PR お願いいたします。小牧さん頑張れ。はい、受験部の一節を披露したいと思います。
ばちゃん、おばちゃんチェゴ、ジュゲームジュゲーム、僕はもうすりきり感じるチェイヨ、制限も違うゲームも違うラインも違うねえ、どこに人とのだけ、ブロンコーチ、ブロンコーチ、パイプパイプパイプ、シューリンガー、シューリンガーのグリーンだよ、もうここにはボンコーナーの超有名な超好きが、我らの頭を殴って、こんな大きな鼓動を叩いたよ。なんだって、うちのジュゲームジュゲーム、僕はもうすりきり感じるチェイヨ、ジュゲームも違うゲームも違うラインも違うねえ、どこに人とのだけ、ブロンコーチ、ブロンコーチ、パイプパイプパイプ、シューリンガー、シューリンガーのグリーンだよ、ボンコーナーの超有名な超有名な超好きが、キーちゃんの頭を殴って、鼓動を叩いたって言うのかい？ちょっとあんた聞いたかい？なーにー？うちの授業の授業も国語の設計で会社してんけど、授業もするぐらいもするぐらいもするぐらいのところ、みんな住むところ、やがる工事、ロバ工事、パイプパイプパイプ、修理が修理が無理だよ。な、今後みんな本番なんで、チョークインなんで、そうですけど、キーボードの頭を殴って鼓動を叩いたって？どれどれ見せてごらん。なんだ、コブなんてないじゃないか。あんまり名前が長くて、コブが引っ込んじゃったよ。ありがとうございました。素晴らしい曲に。小木曽さん、はい、いきなり出てきてびっくりしましたね、はい、1分間の PR でジュゲームジュゲームってこれは自分で考えたの？もうこれでいこうって。もともとアニメが好きで、はい、で漫画の朗読とかが、はい、を一人で趣味でやってたりするんですけど、はいはい、でもそれだとマニアックすぎて皆様に伝わらないかなと思って、はい、で母が、はい、大学時代に落語研究会に所属してまして、だったら落語がいいんじゃないか。母も落語。私は漫画が好き。二人で話をすると とっても楽しそうですけれども、母は今回出たこと何か言ってる？母が、で応募してみたらって言ってくれたので、ね、はい、なのでそうですね、はい、びっくりしてました。ね、今回またこんなステージに飛してる。なるほど。今日の衣装は自分で考えてまいりましたか？そうですね。なんかちょっとアレな感じで。こうやって背中を触ると震えてます。あら、ね、一生懸命授業を言いながらもちょっと緊張したもんね。ありましたね。頑張りました。はい、はい、じゃあ次は小木曽さん。小木曽さんには自分らしさも表現していただきたいということで、本日はですね、私服、自分が一番よく見える衣装でお越しいただいたんですが、名古屋祭りの本番では着物姿です。今回はですね、千姫の着物姿をイメージしていただくために、なんとこちらをご用意いたしました。じゃーん。もうみんなが、はい、すぐ分かったみたいで、あの穴は何だろう。そうだね。じゃあちょっとあちらからお顔を出していただきまして、イメージを皆さんに見ていただきたいと思います。さあ、それではどうぞ可愛らしいお顔を出してください。隣のおじさん誰ですかね。あ、似合いますね。みんなうんうんって言ってます。はい、いいですか、写真もいいですか、はい、大丈夫ですか。はい、それでは小木曽さん、ありがとうございました。ありがとう。一番小木曽さんです。じゃあどうぞこちらにかけてお待ちください。そしたら2番いきますか。さあ、それでは続きまして2番が横島玲奈さんです。お願いいたします。私は市内の保健所で獣医師をしております横島玲奈と申します。友人にこの千姫の方法の話を聞きまして、小さい頃からの夢であった千姫になりたいという夢を叶えたいと思い応募いたしました。先ほど皆さんの話にもありましたが、千姫は母方の祖母にはお市の方、非常に絶世の美女であったと言われている千姫の、お市の方を持ち、千姫自身も非常に美しく聡明で心優しい姫君として非常に慕われていたそうです。千姫が私と同じ年の頃には徳川家も盤石な状態で、夫婦仲も非常に仲睦まじく、千姫の人生の中で非常に幸せな時期だったといいます。私が千姫を演じる際には、私が持っている
大人の女性としてのしとやかさや落ち着きを表現することで、千姫の聡明さや優しさ、そして当時千姫が感じていた幸せを伝えたいと考えております。大人の千姫を演じることで、演者の皆様に心の安らぎと笑顔を届けたいと考えております。今年は東日本大震災もあり、非常に暗い話題も多いですが、魅力ながら日本に活力を与えられるように精一杯演じさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。横島玲奈さん、今あの1分間で誰が歌ってるのか分かりませんけれども、ね、これを自分でね、こうね、ちゃんと考えて、今、ここで今終わった気持ちはどんな感じ？ほっとしました。ほっとした。あの、横島玲奈さんもさっきのね、あの、みんな一緒なんですけど、ドキドキだね。もうドクンドクンって伝わってくる。ね、こんなに緊張は、ジュリさん、いつもジュリさんをやってらっしゃるんですか？あ、じゃあ動物たちと一緒に、動物たちと一緒にじゃないの、動物の見てるの、治療ではないんですけれども、皆さんに動物 の, あのしつけの方、そっち方をあのお話ししたりですとか、あとはあの食品の関係もやっておりますので、あの食中毒の対策ですとか、あとは今あの放射能を汚染した食品があの市場に回らないようにということを監視したりですとか、そういうことをしております。賢いわというですね、あのこの後じゃあ質問がいっぱいあると思うんでね、じゃあまた後ほどね、はい、それではお顔の方いきましょうか。はい、またなんかすごく似合いそうな雰囲気ですね。どうぞどうぞ。さあ、いかがでしょうか。しっかりとイメージにしていただきたいと思います。ね、はい、私が何を見てるかって、あちらもそうですけど、皆さんの顔ですよ。うーんというこのうなずき、どうしようね、みんな可愛い、美しいです。はい、はい、ありがとうございました。はい、横島玲奈さんでした。ありがとうございました。私もいいです。はい、さあ、それでは続きましては3番、福岡めぐみさんです。お願いいたします。ではまずはピアノからお願いいたします。お時間いただきありがとうございます。福岡めぐみです。はじめまして。私は医学部の6年生で日々勉強に励んでいます。今一番興味があるのは乳がんです。女性の患者さんが増えている中で、私は正しい診断や治療をできる力を身につけて、多くの方を救いたいと思っています。人の話を聞くのが好きで温和な性格ですが、新しいことにも一生懸命挑戦する性格です。春にはロサンゼルスの大学病院で実習をしてまいりました。名古屋祭りでは名古屋の華やかさを、伝統の魅力を皆さんと分かち合えるように精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ということで、皆の前で福岡と由美さん、医学部の学生、私あの今ピンクリボンがずっとね、何年も前から私も名古屋 の, あのそういうアドバイスをしていますけれども、ね、女性にとってはとても辛いもので 100% 治ると言われているね、早期発見なら、はい、いや、あの頼むねって言いたくなっちゃいますけれども、でもね、千姫に応募して、そしたらそのロサンゼルスに行く前にこれをやっときたいと、はい、あ、もう行ってまいりました。あ、行ってきて、はい、で今度はもうこちらの名古屋の方で、国家試験に向けて勉強中です。国家試験に向けて勉強中、千姫になれたらもっと頑張れるね。よろしくお願いします。そうだよね、最初のお時間いただきますっていうのが可愛かったですね。真似してみたいと思います。そしたら書き割りの方に、さあ、それではお顔をお願いいたします。さあ、皆さんいかがでしょうか。可愛い、あーね、ね、本当、かき割りから人が顔を出すと皆さんが笑顔になるのがいいですね、これね。いいですね。どうもありがとうございました。福岡めぐみさんでした。さあ、さあ、それでは4番目です。亀井由香さんです。
願いします。皆さんは4月下旬に執り行われたイギリスのロイヤルウェディングを覚えていらっしゃいますか？私は待ち望む多くの人々に笑顔で接するキャサリン妃を見てとても幸せな気持ちになりました。私は日頃から周りの人に面白い話をして笑わせることが大好きです。それは周りの人の笑顔を見ていると自分も笑顔になってとても幸せな気持ちになるからです。私は本当のお姫様になることはできませんが、2日間だけ英傑行列で聖姫になって皆さんに笑顔と名古屋の魅力を伝えていけたらいいなと思っています。英語に訳します。 Do you remember the royal wedding which was held in late April in Britain? I was very happy when I saw Princess Kathleen smiling warmly and waving to those who had been eagerly waiting for her to appear at the parade. I love to make my friends laugh by telling them interesting stories. That's because the other people's smile make me smile and feel happy as well. I probably cannot become a real princess, but I'd like to give everyone a big smile and tell them how wonderful Nagoya is by becoming the Senhime of the 2-day Three Heroes Parade. Thank you. なんとなくちゃんと分かりましたね。これ聞くとまた余計に分からんという。はあ、英語もペラペラに喋れる。はい、喋れないです。喋れないです。これジャンキー頑張って頑張ってやったやってきました。はあ、これは日本語やって英語やって皆さんにアピールしようと自分で考えた。そうです。英語を喋るのが好きなので、うん、それでちょっと皆さんに英語喋れたらいいなと思って、ね、笑顔を皆さんにってずっとニコニコしててとても可愛いですね。そしたらかき割りに行かせてもらう。はい、じゃあニコニコとお願いします。お願いいたします。あ、かき割りの方で顔出して顔、はい、お顔亀井ゆかさんです。どう、あ、拍手まで起きた。おー、あれ、ね、ニコニコです皆さんも、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。亀井ゆかさんでした。さあ、それではいよいよ最後の方になります。田上智子さんです。どうぞ。それではまずは PR からです。みんな綺麗。中部大学3年生国際関係学部の田上智子です。私は国際関係学部ということでアメリカの方に短期留学をしてまいりました。そこでは文化や他国の文化や経験を学ぶことができとてもいい経験になりました。今回私は日本の文化の一つである書道を書かせていただきました。私の今の気持ちを胸に書かさせていただきました。6段になったよね。日本は元気です。この名古屋祭りを通して東北からこの名古屋に実際避難された方々や全国の皆様にこの名古屋祭りを通して元気と私が戦友になって私の笑顔で元気と勇気を与えられたらいいなと思っています。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ちょっと田上さん、ちょっとちゃんと見して。これを、いやいやいや、どうぞ。いや、やりますね。本当に墨をこうやって吸って、昔の文字もいっぱい残ってるんですけど、墨を吸って書いた文字というのは100年1000年消えないというですね。で、今彼女がこれを書いたっていうね。そしてその前に戻ってね、製品をやりたい、ね、みんな5人ともキラキラしていて本当に困っちゃいますね、審査員の皆さんね。
美しいです。じゃあ、はい、じゃあお顔を、お顔を出してください。はい、初月でございます。ものすごい出したね、顔みんなのちょこっとなのに顔がブワーッと出ました。これも皆さんの性格がいいですね、面白いね。はい、ありがとうございました。田上智子さんでした。ということで、もうほんとそれぞれ、はい、同じコピー PR の皆さん、ポーズつけがたいってまさにこういうことだと思うんですが、それぞれの特徴を出していただいて、ちょっとね、どうしますっていう、なんかこんなレベルが高いとはっていう、はい。さあ、それではですね、ここで審査員の皆様からも、質問をしていただきたいと思いますが、1問ずつ、まあ、全体の皆さんに同じ質問でということで1問ずつお願いしたいと思います。それではまず永瀬さん、お願いいたします。はい、皆さんお疲れ様でした。武漢の PR を終わられてだいぶリラックスされたと思いますので、もう一回最後ですね、お一人ずつ前に出てきていただいて、千姫になりきっていただいてですね、遠くからも見えるですね、最高の笑顔でこう手を振っていただきたいなと思うんですけど、手を振る役の確かに、はい、じゃあどうぞ。まずは小木曽さん、失礼します。本当にちゃんとなりきってもらいました、小木曽さん、ジュネームの小木曽ちゃんです。品がありますね。いいですか、長瀬さん、失礼いたします。じゃあ続きまして、はい、横島さん、お願いいたします。さあ、横島さんです。獣医さんです。はい、ね、いいですか。はい、ありがとうございました。続いて、じゃあ福岡さん、お願いいたします。緊張しながら可愛いです、はい、福岡さん、ありがとうございます。続いて亀井さん、お願いいたします。亀井さん、こういう時にふって永瀬さん見るんで、はい、どうもありがとうございます。最初のポイントでしょうか、先生。はい、そうです、はい、オーディションで、はい、はい、さあ、そして田上さんです。さあ、田上ちゃんです。今、もう本当みんななりきってますよ。はい、ありがとうございました。永瀬さん、よろしかったでしょうか。さあ、それでは続いて西原さん、お願いいたします。はい、皆さんお疲れ様です。2日間、お着物で、過ごすことになりますけれども、普段なかなか着物を着てですね、過ごす機会はないかなと思うんですけど、その着物を着た時の不所作についてどの程度ご自身、自信がおありですかね。それを一言ずつお聞きいただきたい。不所作については正直自信はありませんが、すごく日本の伝統のお着物っていうところで、ずっとやっぱり日本人として成人式で着たんですけれども、なかなか着る機会がないじゃないですか。しかもそんな千姫様が着るようなお着物を、なのでそれは気持ちでカバーして努力もして千姫様に近づけるように頑張りたいなと思っております。ありがとうございました。はい、小木曽さん、ありがとうございました。じゃあ横島さんは。私は高校時代に茶道部に所属しておりましたので、体の歩き方ですとか手の扱いも、少しは一人はできると思いますし、浴衣でしたら毎年自分で着てお祭りですとかそういうこともございますので、多少は確かにやってくるかと思っております。ねえ、自分で着れる。はい、ありがとうございました。続いて、じゃあ福岡さん。私も着物を着るのは夏の花火大会が多いですが、着物というのは日本人の日本の美を表すものだと思いますので、所作を大切にしていただ
こで泳げるですとか、座るときに見えないように座るように気をつけて、美しい生命を演じたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。すごいですね。じゃあ、小民さんは、はい、私は所作については全然自信はないんですが、天姫として恥ずかしくないような所作はできるようにしたいなと思います。これから努力、はい、はい、これから努力したいと思います。はい、それでは田上さん。私も、所作についてはあまり自信はございませんが、成人式で正式で着物を着たときに、お千姫様とは違う着物ですが、頑張って千姫様に綺麗だって思わせれるように頑張って、これから努力したいと思います。もう皆さんの頭の中に本当に千姫様一色、はい、頑張ってるね。そうですね、いいよみんな。西谷さんとも笑顔が出ましたが、よろしかったでしょうか。さあ、それでは板倉さん、お願いいたします。はい、お疲れ様です。ステージのことでは少し離れるんですけれども、これまで生きてきた中で女性に生まれてよかったなっていうふうに感じた時はどんな時だったか、簡単に教えてくださいますか。私はすごくおしゃれが大好きで、それでいろんなお店を回ったり、いろんな古着が好きなので、古着屋さんで世界でたった1枚しかない服を自分なりに合わせて、それを持って街を歩いたり、ヒールを履いて街を歩いたりするとき、女の子に生まれてよかったなってすごく思います。じゃあ横島さん。ちょっとすぐにはなかなか出てこないんですけども、私も服はいろいろ探したりするのが好きですので、こういうお店とかでいろいろ、なかなか買えないものでもいろいろ見てもらったりとか、友達同士とかでもいろいろ見てもらったり、男の子同士でそういうことっていうのはなかなかないなと思うんですけども、そういうショッピングを楽しめるということはすごくやっぱり女性でよかったなと思います。福岡さん、はい、どうぞ。女性でよかったなと思うのは、美しいものに囲まれたり、それを表現することができることかなと思います。人は今までではないですが、将来子供を出産できたり、いろいろなイベントが女性にはあるので、それが良かったかなと思っています。亀井さん。私が女性に生まれて良かったなと思った時は、バイトで失敗しちゃった時に笑顔でごまかせる時が、笑顔は役に立ちますね。一番良かったなって思います。はい、それは一生懸命だから許してくれたんだと思いますよ。はい、私は大好きなものに囲まれて、常に幸せを感じられることです。大好きなお洋服に囲まれて、大好きな犬にも囲まれて、で大好きな両親にも恵まれて、周りにすごく私の大好きなものがあるので、女の子だからこそすごく幸せを感じられるんだなと思います。一生懸命答えました。はい、田村さん、田村さんにも聞きたいところだけどね裏で聞きます。はい、女性に言われてよかったと話し合おうね。はい、じゃあここで矢野さんからも。私も、はい、そうですか。私もじゃあ審査員で、はい、特別審査員。そうですか。じゃあ私からはね、さっきね、熊木店長からもあったように、その千姫ってね、すごく優しくて穏やか でそのお家の方のように美しくてっていうふうにね、ありましたけれども、でも先ほどね、秀頼がね、側室の間に生まれた子供がね、いて殺されそうになった時に身を持って助けたんですよ。やっぱ女っていうのは、こう女性は優しくて強くなきゃいけない、自分の一番こう強いところと、それから自分のちょっと弱いところを教えてください。
そうですね。好きなことは長続きして、あんまり興味がなくないものは長続きしないこととか、あとはなんかあれなんですけど、こちらの方とか。ことはいつもあるし、弱いところは、弱いと言いますか、良くない点としては、ちょっとそれがたまに言い過ぎることもあるかなと、ちょっと時々頑固になってしまう。大好きな人がいたら、ね、ご両親が反対しても、ついていきますか、それか、やめますか。なんとか説得して寝てます。そうだよね、親の絵は綺麗けどね。それでは、はい、福岡さんお願いします。お願いします。強いところはやはり自分で何かをやろうと思った時には一生懸命努力します。アメリカ留学では自分でアメリカの方に連絡を取って一人で行ってきました。弱い点ですが不安症なところです。はい、ちょっと不安だよね。今ちょっと不安。大丈夫よ。はい、それでは亀井さんどうぞ。私の強いところは、一度やろうと決めたことは最後まで頑張ってやろうとするところで、他の人が担うと思われてようと頑張ってやるところです。弱いところは、ちょっと頑固になっちゃったりする時もあるし、一度後悔したことを結構傷ってしまうところが弱いところです。はい、ありがとうございます。はい、田上さん。私の強いところは、努力と、あと誰にでも人に優しく接することができることです。アルバイトでや両親とか友達とかに怒られたりすることもあるんですけど、それをしっかり受け止めて、自分でどこが悪かったんだろうって、で、怒られてもしょげずに、そのまた相手に対して怒らずに、また普段通りに優しく接していくところが強みです。ありがとうございました。これはみんな、ちゃんと両受け答えるね。ちゃんとお話ができて。かなりもいろんなお話で、審査員の皆さんも決めていただけてるんじゃないかと思いますが、それではですね、最後に熊木店長お願いいたします。皆さんお疲れ様でございます。ちょっと私変えて思考を、名古屋で、矢野さん名古屋で喋られてるんですけど、はい、川村市長も喋ってくれるけど、僕もよく喋るんですけども、川村市長と私は違うんですね。違いますね、はい、ちょっと汚いですね。名古屋弁でいいとこの名古屋弁で一言ずつ後から言って、一人ずつがなんか名古屋弁でしゃべりいただきたいなというのが、一つと、であと僕は久しぶりだなと、やっと壁って言いますよね、名古屋弁でやっと壁だなと、何も昔からやっと壁だなのかな、やっと壁という字はどうやって漢字で書くのか分かったらここで教えてください。その二つお願いします。どうぞ。弁で好きな言葉ですか。ですね。まあ出たんですけど、どうやりゃうまいですか。いいです、ありがとうございます。やっとかめば申し訳ありませんが分かりません。はい、すいません。はい、いや正直で大丈夫です。はい、横島さんどうぞ。生まれが名古屋ではないので、名古屋で今話せないんですけども、そうですね、今仕事で保健所で働いてるんですけれども、その時に少し上の方なんかが最初にお客様がいらっしゃった時に、あ、座りゃって言うんですね。そういう方言を使うことによって、そういう距離がすごく縮まる、そういう挨拶とかの言葉が好きです。まずはね、すいません、申し訳ございません。やっと髪については、はい、分からんかね。そしたら次だらね。はい、分かった。私もそんなに長くないんですが、
かりますよね。おー、そうですか。はい、亀井さん、名古屋生まれなんですけど、あんまり名古屋弁が思い浮かばないんですけど、CM でよく何本も何本も今晩のおかずがワヤになってまうって、ワヤだってどういうことか分かってるの？ダメだ、そうそうそう、ワヤだからねっていうね、それが一番印象に残っている名古屋弁です。はい、でやっと亀は分かんない。おはい、さあ最後、はい、田上さん、田上さん、私は食べることが大好きなので、あのうみゃっていう言葉が大好きです。はい、で、やっとかめについては申し訳ないですが、わかります。ごめんなさい。惜しかったですね。惜しい。あ、これ80日ね。そうですね。はい、80日、やっとで、ありだってなことですけどね。ほいで、やっとかめだからっていう、久しぶりね、ね、久しぶりだからね、いうことですわ。ちゃんと意味があるっていうのがね、名古屋弁の美しいとこですよね。矢野さん、はい、人の小倉さんも75日、はい、大体それにギアが違うんですよね。そうですね、ね、そうですね、ぜひ覚えておいてください。はい、ありがとうございました。よう分かり合ったかね。おさすがうまいですね。さあ、ということで、もう本当にあの千姫に限らず皆さんからバラエティに富んだ質問もしていただきまして、これでかなり決まってきたかと思いますので、ここで審査の方は全て終了とさせていただきまして、いよいよ別室にて集計作業に入らせていただきます。候補者の皆さん、お疲れ様でした。このままどうぞお待ちいただきたいと思います。そして矢野さんにもですね、審査員の一人として集計作業をお願いしたいと思いますので、それでは審査員の皆さんですね、別室にお進みいただきますようよろしくお願いいたします。本当はもうちょっと早かったんですけど、ようしゃべりやったもんですから、いやいやいや、ちゃんとやってきますから、ね、頑張って審査していきます。はい、さあ、そして最初に皆様にお願いさせていただきましたように、会場のお客様にも、投票をしていただきたいと思います。投票方法は、5名の候補者を明記いたしました5個の箱のいずれか1つの番号に、皆さんお手元の投票用紙を入れていただきます。1番、2番、3番、4番、5番、5番という箱がございますので、そこにですね、皆さんお持ちの投票用紙を入れていただきますようよろしくお願いいたします。さあ、投票用紙が、投票箱が出てまいりました。もう皆様お考えはまとめさん、はい、皆さん本当に大変だった。あ、そうなんですか。じゃあ本当に、いや、すごかった。皆さんも入っていただいて、はい、これはね、えらいことだったんです。あら、本当に、あの審査委員長が、はい、はい、じゃあそれではいよいよでございます。本当に大変だったという結果発表を審査委員長お願いいたします。審査委員長言うの嫌だって言うから本当に大変だった。あの、僕発表したくないって言ったんですけどね、はい、山さんやってちょうって言ったんですけど、いやいやいや、もうやってちょう、ものすごくこれ正直言って、あの発表しますけども、まず5名の方で点数をつけました。で、実はもう接戦でした、5名とも本当に。で、またこれが接戦でして、1位の方がお二人お見えでした。同点でした。で、最終、お二人の方を審査員5名で、挙手で、議論なしで挙手で決めまして、決まりました。では発表させていただきます。亀井優太さんに決定いたしました。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは、はい、皆さんお聞きください。もう特に笑顔も素敵でした。皆さんも感じていただいているというすごく笑顔、5人の方、皆さんすごく笑顔素敵でございました。で、お着物の姿も多分ほとんど皆さん、選手になった時も、同レベルかなと思いました。あとは、もう
検査だからね、何も言えないんだよね、もう。ぜひ、千姫役に決まった亀井さんは、まあね、頑張っていただいて、ぜひ亀井さんをですね、お時間があったら有名な方は応援いただきたいな。以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ矢野さんからも一言いただけますか。本当に、いろんなオーディションってこうあったりしますけれども、大体うーんとこう決まるじゃないですか。本当にね、皆さんがいいところをいいところをこうやはりきちんと発表されたので、みんな違ってたんです。そして会場の皆さんの意見もやはりみんな割れたんです。で、難しくてきちんとね、これは厳密な審査をさせていただきました。最後どうしようというところで、みんな審査員も割れまして、きちんとした形で決めました。なので亀井さん、皆さんの気持ちもね、きちんと持って頑張って務めていただければ嬉しいかなというふうに思いますので、亀井さんに一言もらって。そうですね、ぜひ亀井さん、しゃべりゃ、はい、意気込みを、はい、本当になると思っていなかったので本当に嬉しいです。頑張って千姫の役をやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、大丈夫？今の英語でコピー言うとか、ちょっと元気がなくなっちゃったんですが、やる Thank you very much for coming here today. ここが可愛いです。これも可愛いです。はい、頑張りました。ステージにお上がりくださいませ。記念撮影をさせていただこうと思います。じゃあ矢野さんどうぞ。はい、はい、じゃあみんな見とったってね。はい、それでは審査委員長お隣に、じゃあぜひ審査員の皆さんお並びいただきまして、どうぞよろしければ皆様お写真もお撮りいただきますようよろしくお願いいたします。笑顔でお願いいたします。ぜひ今年の千姫を皆様に選んでいただきました。亀井ゆかさんになりました。沿道でですね、ぜひ亀井さんって声援を送っていただくと、そちらにぜひ手を振っていただけるかと思いますので、温かく応援いただきますようよろしくお願いします。